宮間栄二郎、宮間栄二郎、三山栄二郎、1934年隊は、横浜市中区の琴吹町の簡易宿泊所に住みながら、自らが制作した大きな被り物をかぶり、街中を練り歩くパフォーマンスを行っている日本のアウトイダーアーティスト、通称、帽子おじさん。宮間栄二郎は1934年、昭和9年、三重県伊勢市の二見ヶ浦に生まれた。 幼い頃は、引っ込み事案で勉強もできず、いじめを受けていたこともあった。中学校卒業後は2から3年二見が裏にいたが、その後名古屋へ出て、防衛の仕事を2から3年、それから自衛隊に入隊するが、2年で辞めてしまう。宮間は、その後、建設現場の労働者、大型トラックの運転手、廃品回収業など職を転々とするようになった。名古屋で、 知り紙交換の仕事に従事していた時は、通常録音を流すことで済ませる工場を自らマイクを持って演じ、評判になったこともあるといい、当時から表現への意欲は持っていたようだ。40歳を過ぎる頃からは建築現場の日雇い労働者となって、東京の山や大阪の愛林地区という簡易宿泊所外を転々とした後、50代後半頃横浜の小吹町にやってきて、 小飛町に定着するようになった。60歳頃から宮山栄二郎は自らが作成した独自のかぶり物を身につけるようになった。きっかけは何の気なしにカップラーメンの空き容器を頭に乗せてみてからとも髪を長く伸ばしていた宮山が長い髪を通すために帽子の上に穴を開けてかぶってみたのが始まりで、それに日屋と石ごとの帰りにふと拾った造花を刺してみたり、 するようになったとも説明している。六十を過ぎた男が突然奇妙な被り物をするようになったため、当然周囲が話題にするようになった。話題になるにつれて、被り物はどんどんエスカレートして、より大きなものへと進化していった。宮間栄二郎の作品は、まず何と言っても、その巨大な被り物に特徴がある。当初、カップラーメンの空き容器や、 トイレットペーパーの芯に造花をつけた程度であったものが、やがて伝統の傘や工事現場などにある三角コーンなどを利用した高いものになると1メートルほどにもなる大きな被り物を製作するようになった。伝統の傘や三角コーンは造花や大小の人形、風車などで飾り立てる。またフラスコのような容器に赤い金魚を入れ、それも被り物にくくりつける。 ミヤマの作品は被り物にとどまらない、衣装も派手な、目立つものをまとい、胸には大きな、胸パッドを入れ、胸を盛り上げる。そして被り物や衣服には、多くの場合、平和や友愛、地球環境保護、そして、時事問題などについて訴えたミヤマのメッセージが掲げられる。パフォーマンスで使用する、これらの材料は、すべて、拾い物や、らい物、フリーマーケットなどで、 安い値段で購入したもので構成されている。宮山の住む簡易宿泊所の部屋は大きな被り物作品や衣装などで占拠されており、宮山はそれらの間で寝ている状況である。週末になると、宮山は自らの住む簡易宿泊所の屋上でこのような被り物を被り、紛争を済ませた後、横浜の繁華街である伊勢崎町や中華街、元町などを自転車で走り回る。 地には原宿や渋谷方面に出没したり、そして桜の季節は上野公園などの桜の名所に足を運ぶ。宮間は町を練り歩いている最中、時々子供たちに風船で動物を作ってて渡す以外、町の人々に話しかけたり自説を訴えかけるようなことはしない。また宮間はカラオケを愛好しており、多くの平日は横浜市内にある 老人施設に併設されているカラオケをはしごしている。宮間栄二郎はそのパフォーマンス活動の初期から世の変わった人々を追いかける活動を行っている基人研究学会から注目されていた。そして基人研究学会からの紹介で特殊漫画家の根本隆史や写真家の都築教一が宮間の活動に注目をするようになった。そして派手なぶり物をぶって 首都圏の繁華街に出没する三山のことを世界超異人伝説などテレビ番組でも取り上げられるようになった。2006年、ボーダレスアートギャラリーの MA、現、ボーダレスアートミュージアムの MA で行われた、恒例になってから旺盛な創作活動を行うようになったアーティストたちを取り上げた、ランカイ回想老人録に宮間の被り物作品が出品されることになった。 それまで宮間の活動に注目する人はいたが、その作品が展覧会に出品されるのは、回想老人録が初めてのことであった。スイスローザンヌにある世界的に著名なアウトサイダーアート専門の美術館である、アール・ブルッドコレクション館長のリュシエン・ヌ・ペリーは、2006年11月、来日して、日本のアウトサイダーアートを調査していた。その際、 開催中の回想老人録を見て展示されていた宮間の作品を神戸の知的障害者の施設に入居しながら段ボールに毒の絵画を描き続けている小畑正夫と共に高く評価した。その結果、宮間栄二郎のかぶり物作品は2008年2月から2009年1月にかけてアールブリュットコレクションで行われた日本展の出展作家の一人として選ばれた。 ミヤマの作品は日本展終了後、アールブリットコレクションに収蔵される。なお、ミヤマはアールブリットコレクションでの日本展のオープニングにアールブリットコレクションから招かれた。ミヤマは生まれて初めての外国に、これもまた生まれて初めての飛行機に乗って出かけ、ローザンヌでも日本で行っているのと同じようにかぶり物をかぶって街中を練り歩いた。 ミヤマのパフォーマンスについて、ルシエン・ヌ・ペリーは、チンドン屋からヒントを得ているのではないかと推測する。しかしチンドン屋は、客の呼び込みのために行われる行為であるが、ミヤマは、チンドン屋から得たヒントを得たとしても、彼独自の欲求に基づき、やはり独自の表現方法でパフォーマンスを行っており、チンドン屋とは全く性格の異なる活動であるとする。ペリーは続いて、 ミヤマの被り物作品などが主に広いもので構成される点に注目する。これはインドで廃品や落ちている石を材料として作成した独自の造形物を集めた庭園を作ったネックシャンドのうに少なからぬアウトサイダーアーティストに見られる特徴であるとする。彼らアウトサイダーアーティストにとって集めた廃品をもとに独自の芸術活動を行うことは 現代の消費文化に逆らうことを意味しており、避けられぬ徳を持って進んで行っている行為であると評価する。また、小畑正夫もそうであるが、その制作活動の結果、三山は自らの居住環境を著しく狭めてしまい、生活に支障をきたすようになってしまっている点も、アウトサイダーアーティストとしての特徴一つとして挙げられよう。ルシエンヌ・ヌペリーによれば、かつて、 ミヤマと同じようなパフォーマンスを行っていたアウトサイダーアーティストが2名いたという。イタリアのジョバンニ・バッティスタ・ポデスタとフランスのバハン・ポラディアンである。ポデスタは1960年代、イタリアのラベエノを自らが制作した奇抜な格好をして一人練り歩き、近代資本主義社会の新しい価値観に反対を訴えた。アルメニア人虐殺が発生した際、故郷アルメニアを後にした。 アルメニア人であるポラディアンは、やはり、ポデスタと同じ時期、故国、アルメニアを称えるために、やはり自らが制作した、独自の奇抜な格好をして、フランスのサンダファエルを一人練り歩いた。ミヤマ、ポデスタ、ポラディアンの三人のアウトサイダーアーティストは、くしくもみな、十代になってから、その創作活動とパフォーマンスを開始した。もちろんお互いに面識があったはずはなく、 それぞれの活動が全く独自に生み出されたものではあるが三人の活動は驚くほど似ており動機についても共通のものが見られる。三人の遅咲きのパフォーマーは皆恵まれているとは言い難い孤独な人生を歩み老年に達した。ペリーはミヤマ、ポデスタ、ポラディアンの三人が没頭するパフォーマンスとはこれまでの恵まれることのなかった自らの運命に 対しての究極かつ軽妙な反動であり、また3人のパフォーマーがそれぞれ持つ社会への関心も、社会に対するお祭り的ないたずらとしてのせいがあるとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。